皆さんこんにちは。屋久島白谷雲水峡の、白谷雲水峡の近くで撮影しております。こちらは、三本杉の通り道にあります渓流です。見ていただけますか。ゴーゴーと流れております。白谷雲水峡の付近ではこういう渓流が数多く見られます。水がきれいすぎて魚は住んでないように思われます。ここは白谷雲水峡から、三本杉まで行く途中の道なんですね。こういう景色が見れます。これを石をふみふみ通ってください。橋があるわけではありません。自分で考えて石を踏んで渡っていただきたいと思います。さらに苔ですね。やはり苔が綺麗です。ちょっとこちら覗いてみましょう。ほら、これは苔なんですね。綺麗でしょう。屋久島の苔です。石にこびりついている苔なんですが、非常に、苔がこんだけありますと全体がきれいに見えますね。緑の絨毯のようにきれいに見えます。こういうところも観察していただくと、ずっとずっと白谷雲水峡から三本杉の途中まで楽しむことができます。ぜひ屋久島に遊びに来てください。本日もお付き合いいただきありがとうございました。きれい。